こんばんは、日常演舞です。本日はこちらミスタードーナツの新作白いいちごミルクポンデリング3種を食べたいと思います。白いポンデリングってそんなの出てたんですね。食べたような食べてないような気がするんですけど、そこにいちごが加わるとどうなるのか、ちょっとこんなところの猛暑で持って帰るときに少々溶けてる部分はあるんですけど、美味しそう。まずはこの一番シンプルなやつから食べていきますね。ではどんな味なのか、いただきます。ごちそうさまでした。3種類ともいちごミルクのまろやかな甘さとじゅわっと広がる甘酸っぱさがしっかり感じられて美味しかったです。シンプルなものなんですけど、下の方になんかいちごのジュレか何かが入ってて、そこからじゅわっと広がるチョコレートや生地とはまた違った甘酸っぱさが口の中でふわっと広がってきて、いちごの味をしっかり感じられました。2つ目に食べたチョコレートのコリコリとした食感もまた良かったです。最後に食べたフランチもカリッカリッという食感が加わることで、ただ単調に甘酸っぱさだけが広がるのではない、もちっとした生地との相性の良さを感じさせてみました。ただやはりこの猛暑だとチョコレートなどは溶けてしまうので、あなたが食べるときはお店で食べた方が絶対にいいと思いました。手に入れたべた尽くし、甘酸っぱさもちょっと消えちゃうのでと、持ち帰りに猛暑は大敵ですよと改めて。で、今回どれも美味しかったんですけど、一つ選ぶとするならばフランチが少し変化も感じられて一番良かったかなと思ったので、代表として5点とさせていただきます。それでは元旦を砂漠で過ごすか地獄かな、絶対地獄です。というわけで今日はミスタードーナツの新作いちごミルクポンデリング3種を食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたいと思ってくれました。もし思っていただけたのであれば、実際に口にしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演舞終演。